ペトロパブロフスク要塞ペトロパブロフスク要塞は、ロシア、サンクトペテルブルクの要塞である。名称は、ロシア語で、ペトロとパウロの要塞という意味で、ペトルパウロ要塞、あるいはペトロパブロ要塞とも表記される。正式名称は、サンクトペテルブルク要塞。1914年から1917年にかけては、都市の名称が、ペトログラードであったため、 要塞もペトログラード要塞と称した。1700年に始まった大北方戦争の過程で、スウェーデンから土地を防衛するために、ピョートル一世の命令で建設された。星型要塞の理論に基づいて設計され、川口付近のザーヤ地等の形状を活かして構築された。要塞の中央に、朱座氏とペトル・パウェル大聖堂があり、ピョートル一世が葬られている。大聖堂は、 ロシアの歴代皇帝の埋葬地となり、帝政ロシア時代は最も神聖な場所とされた。1872年、南西のバスチョンに監獄が建設され、1917年まで政治犯収容所として利用された。一時は、バクーニンやネチャーエフ、ドストエフスキー、レーニンらも収容された。ロシア革命後には、失脚したロシア帝国議会議員や臨時政府の 閣僚らも収容された。現在は要塞の生誕に造幣局が立地しているが、それ以外の建物は観光客に開放されており、金箔を用いた豪華なバーロック様式の大聖堂などを見学できる。ありがとうございます。